日本九州地方熊本県熊本市東区東区は熊本市を構成する5区の行政区の一つである。区役所は東本町にある。熊本市の行政区で人口が最も多い。熊本市の東部に位置し、以前の町村では、勝村、県群村の大部分、秋津村、田熊村の大部分の4村にあたる。北、西、南の3区は平成に入ってから、 熊本市となった地域を含むが、東区はすべて1970年までに熊本市に併合された地域である。北区、中央区、南区のほか、菊陽町、益城町、鹿島町と隣接する。北区との境界は白川となっており、鹿島町との境界付近には河川川が流れている。南西部には豪津湖がある。河唱は D 区で、 2010年9月に実施された、ク名イアンの募集では、多いものから順に、東区、上東区、宅間区、熊東区、県軍区、熊本東区、湘南区、肥後東区、豪大津区、東上区、という結果であった。熊本市の行政区画審議会がこれをもとに、東区、上東区、肥後東区、宅間区、豪大津区を候補として選定。 2010年12月に改めてこのご案による移行調査を行ったところ東区が第1位で57.0%を占め、審議会での議論の上2011年1月に区名を東区として市長に答申した。翌月に熊本市の方針としてこれに決定され、2011年12月に熊本市議会において市条例として正式決定された。 県軍神社熊本県民総合運動公園熊本指導植物園。ありがとうございます。